そうですね、まあ、懐かしい4年間ここですご、練習してきたんで、懐かしいグラウンドで練習ができるっていうのは、まあ、ちょっと嬉しい気持ちですね。僕らこの人工芝できて1年目、最初の年だったんで、もっと芝が立ってたんですけど、馴染んでますね。やっぱり僕らよりガッツありましたし、そこは僕らも見習って、まあ、ワンプレー目からどんどんガツガツ、まあ、プロの人間としてもっといかないといけないなってつくづく感じさせられましたね。熱意は全然違いましたね。僕らも最初ちょっとぬるく入ってしまったんで、やっぱり最初からファーストプレーからガツガツ来る学生を見習って、もっと僕らも、まあ、試合のようにこうガツガツ行かないといけないなってちょっと勉強させられましたね。そうです。お家を買って、東大阪市民からちょっと東住吉区市民に変わってしまう。ちょっと申し訳ないですけど。裏切り者ということで。厳しいですね。また東住吉区らへんであったら、声をかけてもらえたら、喜んでお話ししたいんで、よろしくお願いいたします。成城石井というスーパーで、去年ぐらいまでは西大寺でレジ打ちとかはしてたんですけど、今はちょっと本社の方に戻ってるんですけど、たまに上本町の店舗でもいろいろ仕事をしてるんで、赤いエプロンをつけてお店に立ってるんで、その時もし近くにお立ち寄りの際は、お買い物をしていただければ嬉しいです。